えー、ともキッズナンバーをお送りしますが、1年生小学校1年生から4年生までのキッズロッカーたち、ロッカーたちが、トップバッターを飾ります。その子たちのソロは自分たちで今回考えたそうなので、ぜひソロも見応えあると思います。温かい目で見守ってください。たくさん練習したので、ぜひ声援を ブン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 回しましたが、あの後ろで隠れないで、ちっちゃい子、はい、ちっちゃい子、はい、みんなに顔見せて、さあ1年生手挙げて、はい、2年生手挙げて、はい、3年生手挙げて、はい、4年生手挙げて、はい、の構成になっております。さあどうですか。
ました。今日初めて人前で踊る人。おお、そうなんだ。聞いてみよう。どうだった？すんごい緊張したんだけど、でもめっちゃ楽しかった。じゃあ12月も大きい舞台で踊ってみたい？はい。じゃあ発表会出た方がいいかもね。ありがとうございます。あれ、まだ隠れてるけど。お顔見せて、お顔見せて。はい。さあ、素晴らしいこのキッズダンサーにもう一度大きな拍手を。ありがとうございました。さあ、じゃあ向こうからどうぞ。ありがとうございますよ。今度は、女の子ですね。女の子らしい、女の子らしく可愛くパワフルに踊ります。春らしくパステルカラーで攻めてみました。キラキラ輝くみんなに注目ですとのことです。では大きな拍手でお迎えください。サドミーキッズナンバーあ、そういうふうに高いですよね。足も長い。そんな、ね、女の子たちにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。じゃあこちらからどうぞ。ありがとう。はい、じゃあどんどん行きましょう。続いてもキッズナンバーになります。今度は男の子たちです。男の子。まれに見るデコボコキッズが元気に楽しく踊ります。今日のためにたくさん練習して、汗と一緒に悔し涙も流してきました。応援よろしくお願いしますとのことです。そんな悔し涙の
結果、かっこいいダンスを見せてくれると思います。大きな拍手をお願いいたします。チューキッズナンバー。Ball so hard, motherfuckers wanna find me. First nigga gotta find me. What's the grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know, they throw shit face. カバーダンスフェスティバルで優勝の経歴を持つ実力人気ともにナンバーワンチームが来てくれました。皆さん目見開いてまばたきせずにしっかり見てください。いきましょう。ニャリー拍手。
Yeah, I can't.
know the name. What do you want to see your frame? What do you want to hang? What do you want? What is the game? What is still the same? What is she number? What's your name? What ain't the game? What is I'm trying to party? What is this party? You said you want my party? Baby, ain't no time. Baby, well, I'm going to show it. Fine, you know what I'm talking. This is what I have. When you hear it, come on, let it go. どうですか？あの、元々このゆらちゃんはキッズクラスにいた子なんだけど、こうやって年齢を重ねてもっと上手になりたい、大人の人たちと踊りたいって言って大人のクラスに移動してどうですか？ 変わらない。あ、そう。でも前よりレッスンが夜遅くなったりして。なんか質問の答えが違かった気がする。ありがとう。二人は仲良しってことなんですけど、普段はどんな話とかしますか？レッスン終わってとか、休憩中とか、ダンスの話が多い？恋の話とかしないの？ ないんだね。まだね、小学生はなかったか。小学生行ってからだね。さあ、また、リサ先生です。一番右側。拍手お願いします。リサ先生もね、また最後踊ってくれますんで、よろしくお願いします。じゃあ、そのリサ先生のクラスも興味があったらぜひ会見行ってみてください。リサナンバーでした。ありがとうございます。はい、どうぞ、こちらから。
次は T シャツのロゴ今日今から出てくる子たちの T シャツのロゴよかったら見てみてください。 T シャツのロゴはレジハスラーマイペースな生かしたやつという意味です。正統派のヒップホップナンバーでかましてくれます。行きましょう。マリコナンバー拍手。シェリー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  チェリー、博士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 、博
looking, listening. All these suckers coming. All this front and such and such and while they saying nothing. What we gon' do? We gon' shut them up. Let them know who's the number one hustler. Look in here, swelling up like a ricochet. It's time to get big, get your muscle up. Tell me now it's all right when you win the come on. Everybody know grass for me to come on. Let it breathe. Ooh.
ですね。じゃ見入ってたでしょう。これがベリーダンス。まだ先生もう一度大きな拍手を。ありがとうございます。すごい。結構これね見たことあると思うんですけど、レッスンに参加してみたいなと思ってもちょっと勇気がいると思うんですよね。そんな皆さんのために素朴な質問を投げかけます。初めての方でも大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。レッスンではお腹を出しますか？どちらでも出した方がお腹の動きが分かりやすいので、慣れてきたら出した方が、まあ、上手になるかな。ウエストは細くなりますか？なると思います。なると思います。なのでぜひ皆さん、ぜひ皆さん、本当に簡単なことから多分やってくれると思うので、興味がある方は真奈先生のところにコンコンと行ってみてください。どうもありがとうございました。お願いします。